まろう東京イメージツアー。なにこれ。はいはい。まだまだ東京に染まっていない乃木坂の地方出身メンバーが東京にどんなイメージを持っているか検証するツアーロケ企画。何を見せられるのか。メンバーだけの V ってことでつまんねえんじゃねえかなって。ちょっとそんなことないよ。いや、そんな設楽の予想通り、前回はフレッシュな5期生メンバーが東京の憧れスポットで微妙な寸劇を披露したところで、3人は続いての東京トークテーマへ。東京でテンションが上がる場所といえばどこ？もうテンションが上がる場所、うん、大好きなんで、マグロが食べれてるだから。あ、言ってたよね、見たくないよ、うん、お母さんと一回行った時はもうずっと、うん、あ、でも築地も確かにちょっとマグロ貝なんだけど、初めて聞いたマグロ貝のお店しかないから、うん、でも3人で行った時の新大久保とか一番テンション上がった。そうだね、2人がめちゃめちゃ楽しかったって言ってた。なんかイメージがある。テーマパークみたいだった。行きたくて、もう一回食べたい。ハットグ、チーズハットグ食べたい、食べたい。ハットグ食べた次の日は絶対にサラダとか食べるっていう。そうなの。まあ、ずっといつも散歩行ってるよ。私もよく脳が一番健康的な生活って感じがした。そうなんだよ。1時間歩いて東京タワーに登る。すごい。そうなの。東京タワー登ったことないの。ない。ということで、3人のテンションが上がる新大久保を次の目的地。そうなんです。結構登んなくなっちゃう。新大久保見えました。見えました。ここで再び3人だけの自撮りで買い出しへ。楽しそうだな。わかりました。すると、え、食べたい。あれね、チョコチュロスだ。なんと歩き始めて数秒でいきなり買い物を始める3人。ありがとうございます。すごい。テンションの上がった3人はここから爆買い開始。あ、天ぷらもある。いっぱいある。天ぷらの先買おうぜ。なんか、ね、食べるならチョコがいいな。私オレオ食べたい。これ可愛いんだよね。ね、可愛いね。ポテトレラめっちゃ美味しい。その後もチキンやハットグなど本能の赴くままに買い物をした結果、購入金額は4600円。ちょっと買い出しを済ませて車に戻ったところで、人生初となる食リポに挑戦。まずは一ノ瀬。なんだこれ。どうだ。さっきのなんだっけ。アイスのついたチョコ。そうだ、チョコチョロス。美味しい。甘くて。で、食リポ一ノ瀬ミクの。続いて伊予紀がチョコのデザートを試食。チョコのデザート。何これ。チョコだ。中のチョコ。チョコボールか。めっちゃチョコだ。最後は菅原がチーズハットグを試食。食べてみたいな、これ。伸びるんじゃない？ちっちゃいね。あ、まだだった。全然伸びてない。つかなかった。何がつけようとしたの？グジョブ。一生懸命頑張ってもらいましたが、これではさすがに味が伝わらないので、スタジオにいる秋元さん、チーズハットグのお手本食リポを一撃で仕留めてください。いただきます。大変。結構ガッツリいかないとチーズまで届かない。あ、いった。さあ、周りがすごいふわふわで、中のチーズがとろっとしてて、このマスタードもケチャップもどっちもすごい融合してて美味しいです。あと5秒、伸ばせ。さすがですよね。新大久保もそうだね。もうリトル韓国だもんね。ちょっと知らなかった。だからなんちゃらなんちゃらみたいな。なんちゃらなんちゃら。なんかそのマカロンのもっとすごい版みたいな。あのマカロンの間に何か挟むやつね。だからここの間にこのぐらいのが入ってきて。これがここのこれ。このこれの間にこのぐらいのが入ってくる。この間にこれぐらいのが入ってくる。そうだから食べづらい。なにほぼ俺みたいなの。トゥルタロン、トゥルタロン、ヒムラン。ヒムラン変なプロレスラーみたいになってる。トゥルタロン、ヒムラン。
ダセーダセープロレスラー超おじさんやっちゃった今今時の新大久保が分かったところで次の東京質問は東京で怖い場所といえばどこ2人でそれこそ最初に渋谷行った時はめっちゃ怖かったよね、まあ、ずっとビクビクして常に人のこの手の裾をこうやって逃げてついてくるみたいな怖いと思って人がもうここら辺でこう行くやんか、ね、そんな近いとこ通るってとこ通るよねこうスレスレだもんね確かにねみんなどこで迷うの私結構東京駅とか品川駅の山手線だ東京駅は迷う迷う、あれずっと迷うなんか、ま、外回りと内回り内回りとかの他にもその隣にも線とかない電車と交通機関がいっぱいあるっていうのがわからない、ね、JR は1本だろって思うわかるそうなの福岡でも1本なの電車ってだいたいその1個に乗ればどっかに着くのねこっちかこっちそうなの東京駅で待ち合わせとかしてもさちょっと違うとこのさ、うん、出口から出たらさ着かないじゃん朝とかに東京駅はあの全然わからないって言ってるけど大人になってからも全然わかんないずっと前はそこそうだよ東京駅で食ったうまい店があったななんつってそこ行こうと思ったら二度と行けない二度と行けないあれはきっとキツネとかタヌキに化かされてた東京在住でも悩む東京駅トークに続いて話すのは東京で不思議な場所といえばどこ不思議な場所なんか麻布十番ってなんか六本木とかそういう感じ確かに未知の感じする未知の世界すぎて、うん、ピンクはピンクはアメ横とかアメ横って大阪かんないアメ横アメ村だよあそれだアメ横ずっと大阪だと思っててそうだよ、ね、不思議だなって思った不思議だよなそこね海外って感じだった変だもんやっぱそこ、そうなのそうなんか異国の地っていう感じあ、そういうことうん、なんかアジアの匂いがするアジアの匂いピヨキの言う海外の感じを確かめるべく3人は名誉公園やっぱ面白いいや、まあ、生物の横に商店街って感じ平気で売ってるもんねドライフラワーとか売ってるすごいね結構喋りかけてくれるんだねなんか あれじゃないよく有名な何あ、アメ横って書いてあるあそこ書いてあるわかれるとこねうわすごい T シャツで面白そうサムライとかがいっぱいある、ね、修学旅行で行くとこれ練習着にしたいしたいその後も気になるお店をチェックしながら先へ進んでいくとあ、本当だ、なんか海外っぽくなってきたね、そうなんや海外っぽくなってきたよ、なってきたそうそう、昼間から酒飲んでこっちとか、本当だ、タイ料理とかがえ、すごいあるよタイの屋台みたいなこと今のね実は、お正月の叩き売りのイメージが強いアメ横ですが、イヨキの言う通り海外の屋台が立ち並ぶグルメスポットとしても人気なんです不思議な匂い何この匂い不思議な感じフィリピンとかもこんな感じ不思議な場所はアメ横だなあそこでも上の俺も最近久しぶりに行ったけどあのちょっと昔よりも海外っぽい海外の屋台がいっぱい出てる知らなかったわあれこう考えると東京って本当街ごとに色が違うから、うん、前の本当の初期の初期なんてのは生駒なんてさ東京出てきてさ渋谷行くだけで泣いちゃってたんだからなんか公園通り怖いとか言ってたよ ねそうまだあの渋谷スクランブル交差点なんか嫌だ怖いとか言う人いるかあちょっと教えといてこんないんの嘘嘘だ久保も私渋谷一人で絶対行けないですはまだにもう5年ぐらいいるんですけどは渋谷ってめっちゃ怖くないですかなんかまあねちょっと歩きはもう身ぐるみ剥がされてそんなことないないけどそういう街ですからそういう街じゃねえよいいですねなんかこうメンバーが巡ってっけどなんか普通に自分たちも懐かしかったり、うん、下北出てこないね俺下北出てくるかなと思って下北出ないねすまないでしょカレー大好きな人とかいないよそう今もう下北カレーの街だから、そうなのよ続いて3期、与田が VTR 出てますけど今日与田はもう来たくないから来なかった、いや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 続いては東京生活6年目の3期生メンバー6年いるのそれぞれの地元どんなとこだった自分は沖縄だから
海も近くて自然も多くて、え、だって全然木登りとかさ、うん、めっちゃさしててさ、してたして東京のさ子供たち見るとさ木登ってる人一人も見たことないじゃん、ね、だからさだからなんかみんな楽屋とかに虫が出るとキャーっていうのが新鮮。あーでも確かになんか真っ先に捕まえに行くよね、よだかいちゃん。うん、よだかいちゃん。そのイメージつけないで。何でも触るよね。そう。カエルとか言ってもさ、すぐさ、あ、カエルだってピョンって取ったりとか。じゃん。そんな3期生トリオが東京で初めて買い物をした場所は？メンバーと初めて買い物しに行った場所が原宿。あるあるだと思う。あるあるだと思う。そう、私はももこと、まあ、オーディションの時から仲良かったから、受かってから初めて2人で遊びに行ったのが原宿で、プリクラ撮ってカフェ行ってあのカラフルな綿菓子食べてっていう、ザ・原宿の遊びをした一日中。同じ原宿、原宿原宿、オーディションの時かな、お母さんと2人で原宿行って、なんか靴下とか買って自分はね、渋谷の109が、そう、オーディションに来た時に、あのお母さんと2人で渋谷の109でボカロンしたんだけど、その時にここで問題。伊藤リリアが初めて渋谷109に行った時、どんな奇跡が起こったでしょう。東京育ちの斉藤飛鳥さん、7秒でお答えください。え、なんで7秒なんですか。10秒だ。乃木坂メンバーと会った。そう、オーディションに来た時に、あのお母さんと2人で渋谷の109でお買い物したんだけど、その時にあやがバイトしてたの。そう、109のお洋服屋さんであやがバイトしてて、お母さんがショールームすごい見てたから、オーディションの、え、レジの子、あの子じゃないみたいな話しかけた。あ、オーディションの話しかけなかった。だって知り合いじゃなかったじゃん、まだ。そうそう。でも私も上京したてん時は原宿ばっかり買い物行ってたかも。なんかやっぱ渋谷とか新宿とかってちょっと大人じゃん。まあ、まあ、どっちかというと原宿って結構同年代の中学生とかさ、高校生が多かったから安心。中学生だったもん、ね、そう、中学生だったから。ということで3人は今では行けなくなったという久しぶりの原宿竹下通り、スタッフなしのプライベート映像をご覧ください。お久しぶりです。じゃーん、来ました。お久しぶりです。竹下通り、あ、人少ない、人全然いない、あんまいないわ。嬉しい、全然 JK いない。うわ、懐かしいね、なんか食べたい。マックある、マックだよな、ここに来てまで。マック、なんか食べようよ。え、なんか、とりあえずなんか食べたい、ね、あるかな、あったかいの食べたい。わかる、あったかいの食べたいね。靴下やだ、靴下買ってく、靴下買っとくか。懐かしい、昔靴下買ったんだえ、なんかあるよ。何、井村さんはね、これもうちょっと行って奥入ったところの下着屋でね。ここで問題。腹ペコ3期生トリオが久しぶりの竹下通りで食べたものは何でしょう。もう一択だよ。埼玉出身の田村真由さん、7秒でお答えください。これはもう当てやすいぞ。チーズハットグ。チーズハットグ、なんでだよ、原宿竹下通りだぞ。竹下、クレープ、クレープ、この虹色も食べた。これ違うのか。なんじゃこりゃ。3人が食べたのは、マジか、クレープじゃねえのか。なんで当たるんだって。あと、しかし最後は超ベタなクレープを食べて、3人は久しぶりの竹下通りを大満喫。続いての質問は、東京でテンションが上がる場所といえば、まあ私はもう完全に趣味なんですけど、
池袋と秋葉原がよく聞くもん。はい、わかりきるとかさ。え、そう、全然仕事帰りとかに秋葉原とか池袋すごい行くの好きで、やっぱりアニメとかゲームがすごい好きだから、いろんなアニメのショップがあるし、秋葉原もカードゲーム好きだから行くともうすっごい楽しいし、すっごいお金使いたくなっちゃう。池袋ってどこら辺？場所の名前が分かんないと、やばい。めっちゃ分かんないとこにある。池袋。私の中では池袋はなんか離島的な存在だ。離島じゃないでしょ。そんなことない。続いての質問は、東京で落ち着く場所といえば。私は日比谷が好きなの。あ、日比谷公園。そんな、そんな、不思議な。大人だな。なんか年齢層高めな街が好きなの。最近っていうか大人になってるから、ね、ミッドタウンとかすごい好き。おしゃれなカフェとかもさ、日比谷にいっぱいあるから。そうなんだ。みんなカフェに行けるようになりたい。行かないかも。私もでも海に誘われていつも行けるから。海行ってそう。いっぱい知ってるから。ブルーボトル、あ、分かる分かる、持ってそう。部屋とか落ち着いてるし、公園とかもあるからさ。すごい、海とブランコ乗った。かわいい。日比谷なんてさ、なかなかの大人ですよ。梅が誘ってくれるわけ。梅がよく誘ってくれます。朝カフェに。あの辺のエリアで朝にカフェ行く。朝行ったり。あ、そう。ブルーボトル梅って言われてる。ブルーボトルコーヒーでコーヒー買って、でちょっと歩くとね、銀座の方も行けるし。いいよね。日本橋の方行って海苔とか買っちゃうと最高だけど、ね、最高。めっちゃ最高。梅もうやってそうだし。銀座から日本橋に歩き、散歩歩きながら、うん、俺海苔だけ買いに行ったことあるんだけど。いい。そう、俺海苔だけ買って帰ってきた時、おじいちゃんかなと思って。いいですね。で、家帰ってメダカ見て。メダカ見て。あ、黒豆買うの忘れたって。最高だね。この後、人生が変わった場所とは。続いての質問は、東京で自分だけが知っている穴場スポット。あ、いいね。あるよ。ある？穴場スポット、九州料理屋さんとかさ、あ、結構あるじゃん。確かに。今まで福岡に行った時とか、九州料理屋さんに行くことってなかったから、うん、それわざわざ行くのいいね。あれ、こんな美味しいんだと思って。いや、めっちゃわかる。東京に出てきて、ふるさとの味を知るから。なぜかお母さんが東京に来た時に一緒に九州料理屋さんに行ったの。でも、そうだな。お母さん来た時は沖縄料理屋さんに二人で、なぜか沖縄料理屋に行くわけ。やっぱり行きますね。なんか人参しりしりとか、え、出てくるんだみたいな。あ、人参しりしりじゃないの、初の。確かに。人参しりしり、本番で人参しりしりか。人参しりしり、人参しりしり。そして3期生の3人が最後に向かったのは、じゃあ今からどこに行くのかな。ここはどこでしょう。どこかな。なんかお酒入ってる。今は歩いてるんですけど、あるとこに向かってます。どこかな、どこかな。もうちょっと踏んでくれば。そうだね、全然見えない。懐かしくない。ちょっと全然周りが見えない。懐かしい、懐かしいけど。傘で壊れるのはないけど。ここで問題。三期生トリオが今向かっている場所はどこでしょう。東京生活が長い日村さん、25秒ありますので、時間をうまく使ってお答えください。なんかヒントの街並みがなさすぎるよ ね。そうなんだよね。夜だな。だから出たての頃に行ったんだろうな。あ、これあれ、あれ、あれさ、乃木坂じゃねえの。乃木坂だよ。乃木坂だよ。神宮じゃん。神宮だこれ。ちょっと先行っちゃった。私の傘さん持ってるのに。あ、じゃないや。来ましたよ、皆様。ね、うわ、懐かしい。うわ、懐かしい。神宮、もしかして神宮じゃない。もしかして、もしかして。じゃあ、じゃあ。いや、あの平らな感じは伸び盛りですからね。神宮球場。ああ、やっぱその思い出の場所か。神宮球場は、佐藤が東京で人生が変わった場所に挙げていたところ。夏のライブといえばだもんね。その理由とは。神宮は
オーディション期間、ちょうどショールーム審査が始まる時に真夏の全国ツアーに初めて友達と行ったの。これも含めて、そこでやっぱオーディション期間中っていうことはちょっと意識するじゃん、やっぱそういう自分がもしなったらみたいな、やっぱステージで踊るなんかね先輩とかを見て、あ、こんなキラキラしたアイドルになってみたいなみたいな、こんな人生を送ってみたらどんな運命なんだろうって思って、ちょっとなんか意志が固くなったみたいな。元々受けたら受かっちゃってここまで来たみたいな感じだったけど、なんかそこで、あ、なりたいなって強く思った時だった。いいね。でもお客さんとしてはね、来たことないから、いやめっちゃ行きたかったんだよ。めっちゃねニュースとかで見てた。あ、本当？うん、懐かしい。どこ行ったの？どこ行ったの？え、肌玉の時だよね。そうそうそう。え、本当に？さあ、アスカさんのさ、あ、ジングル。そうそうそう。もうあれ見てめちゃくちゃ。いいなぁと歴史に残る。そうだね、ちょっと顔を合わせないね。やっぱね、めっちゃ寒いよ。さあ、あれそんな前や、うん、帰りますか。帰りましょう。バイバーイ。さあ、バスに乗ろう。あ、もっと見たいんだよ。さあ、3期の3人はやっぱり東京長いだけあってね、またちょっと違う感じ。うん、いや、いいね。アスカちゃんとか東京なわけじゃない。はい、でも年齢とともに原宿行ったり渋谷行ったりこの街行ったりとかはあるでしょ、東京でも。もうでも原宿とか渋谷とかは中学生でもう終わりました、うん、終わってんだよ、早いな。もうだからかトゥンカロンとかも私も分かんなかったし。あ、まああの辺はね、最近のああいうのだから、ね、お二人よりかも日本橋とか好きだし。おー、そうか、うん、いやだからもう早くからいろんなところをも知ってるから。そうだね、もう一回東京制覇しちゃってるからねそんなノリだから。そうだよね、私は携帯つけてます。この後東京土産でスタジオ騒然。せーの、国分さんチームが東京土産といえばで買ってきたものを紹介。まず四期が選んだのはこれ何なの。これもうわけわかんない。お土産といえば、え、これお土産といえばなの。尻尾、めっちゃ懐かしい。え、懐かしいの。懐かしい。アユじゃない、アユの影響じゃない、それ。あー、アユだ、うん、本当だ、アユでしょ。もうアユだよ。あ、アユね。アユだよ。東京のお土産といえばなの。なんか東京っていうか、どこか行ったら尻尾買うみたいな。マジで、はい、え、わかんばっかり。わかります。昔はよく尻尾買ってました。尻尾買った、はい、これみんな知ってんの。もう何十年も多分あります。これ知らった、知らないな。いや、知ってはいるんですけど、ちょっと昔、あの、私たちの世代ではない、2、3年前。20、30年前。あ、そうですよ、20、30年前。何つけるの。携帯につけてた。私は携帯つけてました。これは俺つけてても今っぽい。今日笑われてる。携帯つけない。そうそう、お母さんの。お母さんの時代よ。そうだよ、お母さんの時代。秋元何歳設定でやってるの。柴田がガンガン来るよ。そんな前でね、笑っちゃう。じゃあこれつけてたら、うーん、でも流行り一周したのかなっていう。一周これ古いんじゃん。4期生からはさらに夏季がアニメイトで個人的に買ってきたお土産が。ハイキューっていう作品のグッズなんですけど、バレーボール飛べ何なのこれって。何なの。私が好きな高校、その横断幕で、これちょっとあのマウスパッドなんですけど、でかっ。それを模したマウスパッド、でかくね。こうやっても、なんか飛べに反した飛べに反した使い方をしたの。飾っていただけるかなって思って。でかっ。飾ってもいいってこと。楽屋に、楽屋にね、毎回持ってきて飛べって。で、よし、今日頑張るぞ。あ、飛ぶぞ今日。なんでそんで一回飛ばなきゃいけないの。東京土産か。続いて3期生からの東京土産は。そうなんですよ、ゼリー。千引き屋の。千引き屋のゼリー。もうさ、やばい、これ大人すぎない。東京に来て、うん、お仕事した時に初めて出会ったようなものがこれかな。なるほど、いいね。そして5期生が選んだ東京土産は。5期、ね、こっち、それ、これ東京タワー。あ、いいじゃん、めちゃいい、欲しい。これでも間違いないよね、東京のお土産だよね。すげえいい、かわいい。これなんだ。はちみつです。はちみつが売ってんの、東京駅で。ほんとだ。はちみつは喉にいいので、うん、直で食べてみてください。うまい。あ、すっげえ。いや、うまい。
めちゃめちゃうまい。全然うまい。これ蜂蜜直でってこんなにやったことない。こんなこと日村さん、クマのやり方やってる。こんなのやったことない。日村さんって昔はあのすっぱだかにちっちゃめの赤い T シャツだけ着てた。本日より真夏の全国ツアー2022のモバイル選考がスタート。これにします。じゃん。こそこそ耳打ち。お、いけるな。